ヨコちゃん読んでもらっていい？はい、読みます。お願いします。付近の栽培と保護において使用が認められる資材と方法。ここで特に下にリストされた材料3、そして4、ただ証明された必要のケースで、そしてバイオダイナミック的手段、例えば昆虫制御、胡椒を振りかけることの角の経度のリズミカルな用途が管理のもとで問題をもたらすことができない場合に限り使われるだけであるかもしれない。ひどい災難に関するどんな場合でもそれぞれの組織の代表者の合意を必要とする。若干の材料、例えば微細硫黄、除虫菊の使用がもしかすると肉食動物、昆虫、住民を危険にさらすことができたということが念頭に置かれるべきである。新しい材料と方法がデメターインターナショナル基準グループの合意でだけ試されるかもしれない。もし準備が変われるコマーシャル、注意が取られなくてはならないなら、それらがこれらの標準で禁止された、どういうことかな、日本語わからん。まあね、でも解読します。もし準備が変われるコマーシャル、 It's very strange Japanese. Could you explain? If commercial preparations だから、販売された調剤を、ボートイン買って、それで care must be taken that they are free from なんだろう。What mean? I don't know. You don't know. なんだ。コマーシャルっていうのは販売されたでしょ。されないこと。なんだろう。買われただから調剤は。うん、買われた調剤にで自由に使われなければならないってこと？うん、あ、フリーって何？え、くんだって、フリーなのはそのフロムロームその中の制限。What's it doesn't have any of these things in it that are against standards.Against the standard? There's nothing. Transgenic method って何ですか？ What is transgenic? Transgenic method って多分遺伝子移植方法じゃないの？遺伝子組み換えからと、このスタンダードの中に、Not produced. どこや？ Standard. These standard and are not produced by 遺伝子移植方法によってではなくて、これがわからんだな。Constituent prohibited って何？What is? Constitutes prohibited. What is? よくわかりませんな。コンスティ
ちょっとここの文章は置いときましょうか。考えてみます。具体的なところ行きましょう。そうですね。その、上のところまでは大丈夫ですかね。ちょっと日本語変だけど、なんとなくわかりますよね。うん。はい。じゃあ、その続きをお願いしていいですか。1、生物学のエージェントと技術。うん、症例とプラント害虫、ダニの肉食動物。肉食動物でいいのか、寄生物のジガバチなどの自然のコントロールのエージェントの用途、生殖不能のオス昆虫、昆虫罠、着色された板、ネバネバした罠、誘導剤、フェロモン、異性誘導剤、罠とディスペンサーでの誘導剤、機械の駆虫剤、機械の罠、ナメクジとカタツムリフェンスとこのような方法。駆虫剤、害虫を阻止して、そして排出するために合成のエージェントをする。例えば、黒部族のオイル。粘着剤、植物健康を促進する材料など。これ2番に行っちゃいますね。うん、ざーっと読んじゃいますか？変わります、はい、途中。あ、じゃあ変わってもらっていいですか？はい、じゃあ私変わりますね。お願いします。はい、粘着剤、植物健康を促進する材料など、植物病気抵抗を促進し、そして害虫と病気を抑制する準備、植物準備、イラクサイキヒ、スギナ茶、ニガヨモギ茶など、プロポリス、ミルクとミルクプロダクト。え？これでヨモギ？ヨモギ、うん。ヨモギ is wormwood。うん。そう。水、ガラス、ナトリウム計算塩、カリウム計算塩。3、金星の発射に対しての。好みさん、ごめんなさい。文章を上に上げてもらっている。失礼いたしました。ありがとうございます。はい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 。ここら辺大丈夫かな。OK。はい。水ガラス、ナトリウム計算塩、カリウム計算塩、金星の発作に対しての、使用のためのエージェント。ウェットテーブル、硫黄と硫黄の花でいいんだよね。それからナトリウム計算塩、カリウム計算塩で読んで、害虫制御のためのエージェント、ウイルス、ウイルス、菌性の、そしてバクテリアの準備、例えば細菌、なんだろう、ビフンウイルス、除虫菊抽出物と粉、しかし、しいたけ生産、合成の除虫菊のためではない。科学的ななんとかが論述に含まれない場合に限り、貯蔵での保護としての使用は許される。もし等しく、効果的な自然の、なんだろうこれ、なんとかを持っている材料が利用可能であるなら、同じ規則は農業生産に当てはまる。お茶、合成の化学殺虫剤なしで、映像的な集団のケースで、野菜あるいは香油に基づいたオイル乳濁液、カリウム塩、軟質石鹸、ゼラチン、セイリン酸塩、軟体動物駆除剤、アザジラクスチン、インド仙丹なのね。次行きます。
ここまでなんですけど、読んじゃいます。殺ネズミ罪ベイトボックセズでだけか、あるいは肉食動物が危険にさらされないように類似エチルアルコール、岩小麦粉、コーヒー、ロックフラワー、岩なんだろう、ロックフラワーだったら石の粉のことですね。5. 専門的な集団の上の許されている手助け、永続的な集団と創作用のプラント。何ダイアトマセオスアース。何でしょう、地球って書いてあるけど。カルシウム水酸化物。それから、銅の必要のケースで、5年以上平均される量が 3kg を超えるべきではないように使われるかもしれない。なるべく500g の最大限をだな。ごめんなさい。これは何？ In case of need, copper may be used to such the amount average.5年で3キロを越さないように1ヘクタールあたり1年で3キロ以上越さないように、最大限500グラム1ヘクタールあたりです。ですね。それからライム硫黄、それからアスファーズインティート、それが EEC レグの不足2の B の必要条件を満たす場合に限り OK ということかな。という感じで、ちょっとここもなんか分かりづらいところもありますが。OK? フィニッシュ。日本語分かんないとか、英語を見てみて、ちょっとそちらで直しながら読んでみましょう。We're talking about biological agents and technologies. They have these, you can buy these insects, predator insects to let go in your garden. That's what they're talking about there, and that's okay. Number 1のところに、parasitic wasps. 1ですね。ちょっと待ってください。1の生物学エージェント技術のところですが、そういうふうに、まあ、栽培されたその生物資材をこう買って使うこともできますと。I met a college professor that was talking about farmscaping, how to design your farm with beneficial plants to attract beneficial insects. And he knew that some people were in the business of that. That's all they did for, that was what they did for a living. Was go out and collect bugs, collect insects, and then try to multiply them, get more and more, make food for them where they could stay and multiply them and then sell them and send them out. And that was a legal business.It's an organic, certified organic technique that's allowable. Biodynamics also here says. ある大学の教授が言ってたんですけども、その液中のようなものを集めてきて、それを、なんていうの、繁殖させてって、それを売ってるっていうビジネスがあって、それはその有機認証でも使われているし、
それがそのバイダイナミックでも OK だというふうにここで言われているわけですねってことです。You can buy these pairs of まあそれが、うんうん、まあそうではない方法としてはその、液中を呼ぶ植物ハーブ類、そういうものを畑の中に生やしておくっていう方法があるわけですけれども、それをそのある、まあ、害虫というかで買うこともできるし、それを使うことも、できるんですね。Okay. はい。Well, that's it for page five. うん。まあもちろん鉢をね、受粉用に入れるっていうこと、まあこれはそれは、まあ、資材、鉢のこと書いてないね。No B. Not B. That doesn't say about the B. Yeah. B is what? They nothing talking about the bee here. Honeybee. Honeybee or I got. 違うな、ここが。何かありますか？皆さんからは。Let's move on. Plant care.もしなければまた元のところに戻りますが、はい、よろしいですか。この、不足後をまた後で添付つけときます、メッセンジャーの方に。ではまた元に戻りまして、これかな、添付をつけます。共有、共有、こっちかな。着きましたか？戻りました？はい、ありがとうございます。では、貯蔵における保護のところからですね。どなたかお願いできますか？読みます。貯蔵における保護。重要な病害虫発生の場合の通知義務。デメター認証製品の貯蔵は、この基準の精神の下で品質のいかなる損失も避けられるように、例えば貯蔵容器の選択、病害虫などに対しての予防法を通して実行される。もし重要な病害虫問題が発生した場合、当事国組織に通知しなくてはならない。当事国組織はこの基準の原則に基づいて対策の実行方法を決定することとなる。病害虫対策中の製品汚染はが確実に避けられなければならない。 3-4 市場出荷園芸、畑作野菜、ホップと他の多年生農作物、腐食含有量は特に重要である。市場出荷園芸と家畜のいる農場とが一単位として協力するべきである。市場出荷園芸からの生産物、畑作野菜の生産物、ホップ生産物、および他の多年生農作物は、農場事業の中で通常の高地生産物と同程度の処置となる。しかし、このような生産物の占める割合が大きい農場は、その事業のための特定の全体的な計画を必要とする。集約的な市場出荷園芸においては、しばしば同じ面積の同じ場所に各後作として異なる作物を植えることとなり、その土壌管理は特別な注意が必要である。農場内で自家飼育される家畜に基づく肥沃化計画が強く推奨されている。
家畜の飼育が不可能な場合、他のバイオダイナミック企業との飼料または堆肥を交換することによる共同が推奨される。バイオダイナミック堆肥調合剤を使った堆肥の調整は特に注目に値する。さらに推薦されるのは、通常は栽培されない種類の代表的品種、例えばファシリアまたはソバを含めた輪作を行うことである。土壌管理や液中に有益なマメ科植物や他の植物を常に輪作の中に入れるべきである。常設において記述した方法と同様に、市場出荷園芸、集約的多作野菜生産、果樹および他の多年草農作物生産において、次の要求事項を満足させなければならない。バイオダイナミックの土壌は高い状態で活性化され、集中的に土壌管理が行われた時には高い程度の新陳代謝を発揮し、それゆえ腐食含有を構築する処置については特別な注意を必要とする。観光畜産農家由来の堆肥も持ち込めるのは有機農家由来の堆肥が利用できない時に限られ、かつ当事国組織の承認が必要である。土壌はしかしながら一年中完全に非植生の状態に置くことは許されない。マルチを施すことは許される。はい、3-4-4産地消。はいはい、ありがとうございます。We finished about before the mulch. あ、じゃないな、after mulch. 3-4。マルチガーデン。3-4、あ、ごめんなさい。なんか途中になっちゃったかな。うん。3-4-1。うん。いや、手を引や。うん。うん。そうそうそう、そう、ここまで。マッチングは、うん。はい。What you're saying is, you shouldn't leave your soil bare.最後の一文はその農地を、裸のままで置いといてはいけないということを言っています。We did. Our soil was a bare. うん。But you can cover your beds with a straw or something. It's okay. うん。その何も植えないところでもカバーをしていたり、グリーンマニュアを送けない。緑肥を植えてたり、グリーンマニュア、it's mean weeds を送けない。It's called a cover crop. カバークロップ。It's called a cover crop. You just throwing stuff on there. Doesn't, you're not even going to harvest it. You don't care. Buckwheat. You don't even care if it's going to. 何も植えないところにだから、そこにそばを植えたりとか、豆科の。緑肥を植えたりとかそういうことで、とにかく、まあ、土をいつも何かしらで生やしておく。もちろん北海道は冬は難しいので、それはまた別ですが、それ以外のその育成期間に関しては何かしらがカバーされているっていうことが推奨されているってことですね。うん、今見えてるところの一番上の家畜の飼育が不可能な場合は他のバイオダイナミック企業との飼料または堆肥を交換することによる共同が推奨されてるっていうことなので、まあね、ちょっと距離的にはそちらとは遠いんですけども、でもバイオダイナミック農家がいろんなバイオダイナミック農家があって、その中に、なんだろう、動物を飼ってるバイオダイナミック農家とそうでないバイオダイナミック農家が近くにいれば、そこで共有ということが交換ができるっていうことはとても嬉しいことですね。有機農家とはできないけど、バイオダイナミック農家が増えればそういうことがすごくやりやすくなるっていう嬉しい文章です。I'm really live to this one because the バイオダイナミックファーマー is exchanging.Exchange feed and manure work together like rice farmers should do with Kyushu. 例えば米や米の農家さんと酪農家さんと
果樹の農家さんととかいろんな、まあ、いろんな種類のバイオダイナミックな地域にいれば非常に豊かになってきますね。Another point、うん、is sometimes in late spring after the snow has gone away and it becomes dry、うん、you notice sometimes you see big clouds of dust in the air、うん、on a windy day、うん、that's because、the farmers didn't cover the soil with either compost crops orcover crops or mulch or something and just left it bare、mm-hmm. and that dust that's in the air was his good soil blowing away、mm-hmm. it was blowing away and Ito-san、mm-hmm. one time was growing something and all his topsoil was being washed away、mm-hmm. from the rain so it's very important to cover the soil all the time、mm-hmm.Because that's where you're losing your carbon and your nitrogen、mm-hmm. is through not having any plants growing there.、Mm-hmm. And we're guilty. We did it this year, but we won't do it ever again. This year from now on, we'll always have a cover crop. We'll always have something on top growing.、Mm-hmm. If I can't grow something there, I'll cover it with straw、mm-hmm. until something grows.、Mm-hmm. That's...Erosion and dust. It's just drying away and dying and blowing、mm. away. Your compost pile can do that if it gets too dry.、Mm. その先ほどのその何も植えないところがないようにという部分でもちょっと深めて話をしていたみたいんですけれども、例えば春先の、乾燥してる時、春先に、乾燥してきて、土が乾燥してきて、非常に強い、まあ、春一番のような風が吹く時があります。でそういう時ってもう表土がもう乾いちゃっていて、どん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 風に回ってもう地上にもう、ま、吹き上げちゃっている状態を見ることがあります。そんな風に、畑に何も植えてなくて、そういう気象条件があった時にはせっかくの表土が全てこうと なくなってしまうということがあります。また、まあ、昔トカプチの農場でその畝の切り方がバイオダイナミックで推奨するのは標高でこう畝を切るのを推奨するんですね。こういう坂のところにこういうふうに縦に畝を切ってしまったら雨が降ったら全部表土が流れてしまうんですけども、まあ、そこの農場は、うん、作業性のねトラクターの作業性があってその縦上から下にこう畝を切っていたので雨が降った時にはもう全部その表土が流れているのを見たことがあるんです。でそんな風に土の表土をなるべくこうちゃんとそのまんまに収めておくっていうのかな。そのためにはいつでも何かしらカバークロップって言ってますけれども、大事に植えている必要がありますと。うちも今年は部分的に全然植えてなかったところがあって、まあ、そういうことが来年以降ないようにしたいなと言っています、まあ、ただ何も植えてなくてカラカラの、土が見えてたわけではなくて自然に生えてくる雑草それを、まあ、緑肥代わりとして育ててたというか、まあ、そのままに放置していたということでもあるんですけれどもそういう方法もあるんですね。自然農法的に何もそこに生えてくるものがそこの土地に必要なものが生えてくるっていう考え方もあって私はそっちの方かなと思っているんですけれども、まあ、耕してそのまま放置してそのまま何も植えないっていうのがないようにということを言ってます。この第2回セッションもあと9分、10分切ってますので、そろそろおしまいに向かっていきたいと思います。
more. This section is around 9 minutes, so getting closing time now. More closing time. Okay, well, good time to stop because we're going to talk about vegetable production, growing, eat. Yeah, I'll say good stuff coming up next. じゃあ次回のところが種子のことが入ってくるので今日はあのここで以上は進まずに次回にその種子のことについては、取っておきたいと思います。ここまでのところで Do they feel like this is good information? Is this good information for them? At this time? But what we're studying, is this helpful to them? 皆さん今日の勉強で何か学ぶことがありましたか？ちょっと一つ質問いいですか？はい、one question。あの冬の前にね、はい、こう雪に覆われるから、はい、トラクターとかかけてしまったりしますよね。覆ったところをすき込んだりとか、はいはいはい、で春先になったらその状態がこう雪解けてさらされてっていう風に状態になった場合に、さっき言っていた春先の風とかでやっぱりその大地がこう剥げた状態になってるのかな、まだ次の芽が出てくる前、あの雑草とかも生えてくる前の状態で火が溶けて、で風にこうさらされたりするのもやっぱりあまり良くないのかなってさっき話を聞いて思ったんですけど、そこら辺はどうなんでしょうか。So the Hokkaido, this weather, the autumn finished the harvesting and then tilling or you know covered everything, tilling.And then covered the snow, and then spring is melt the snow, and then no grasses, of course. Mm-hmm. So you said the springtime is make dry, and then nothing there, and then the wind blowing and so on, so it's not too good? No. You should keep something growing on it all the time.About a new technique, organic and permaculture too. No, it means the autumn finished the vegetable and then no there. Yeah, you should plant something right away. Yeah. As soon as you harvest, you should plant something right away. Anything. Oops. Even if you're not going to even if you're not going to harvest, you could use it for just green manure.They grow there all winter, and in the spring, turn it in, then plant whatever you're going to plant. That's the right way. It doesn't matter. A cover crop can be anything, but you want to be able to add it to your crop rotation, whereas you don't deplete one.Source. For example, for after daikon? After daikon, okay. Nothing growing no more. After daikon, you could plant oats. Oats and wheat. And, you know, and it'll be okay to stay there all winter. And then in the spring, you turn it in.例えばあのやっぱり、収穫した後にもしくは収穫した直前でもいいんですけれども何かしらの種をまいておいてそれが本当にちゃんと育たなくてもいいんですけども春先って結構雪が溶けてると雪の下からもう緑になってる箱べとかそういうのが育ってますよね。でそんな風に何かしらがこう育ち次の育ちが入っているように、しておくのがいいですねということなんです。I got a appendage. もちろんその春のものを植える前にそのまた耕してそれはすき込んでしまうんですけれど。Ten reasons or ten ways of crop rotation. Now I'll see if I can.I'll bring it next week. はい。
ベンもなんか皆さんに見せたいものがあるので来週に持ってこれるようにしたいと思いますと言ってます。ありがとうございます。いや、それ以外に何かありますか。ヨコちゃんどうですか。だろう、今日のところで気になった言葉がその当自国組織っていう言葉が何箇所か出てきたんですけど、はい、そのやっぱり日本、まあ、今有機認証日本にもあると思うんですけど、その国その国に組織が必要ってことですか、ね、そういうことではない。組織があればそれが、うん、あの当事国組織として、まあ、決められるんですね。で当事国組織がない今日本の場合は国際、うん、インターナショナルの方にデメターに聞かなくてはならないってこと。でもこうだいぶ環境がやっぱりその国その国によって違ってくるじゃないですか。だから説明とかもやっぱりすごいしなきゃいけなくなるってことですね。日本の環境はこうでとか、そこまでこう証明していかなきゃいけなくなるってことですよね、うん、その場。やっぱりだからその国で自分は自分なってのルールを作ってしまった方がやりやすいわけですよね。確かにそうですね。なるほど。そういう詳細のところは当事国の方でやってくださいっていうふうにインターナショナルでは言ってるので、やっぱりそれはあった方がいいですよね。ちょっと難しいですよね、外国の人にこう承認与えるのって。そもそもまたね、あの英語とかね、ドイツ語とかになっちゃうからね、もうちょっとそのヨーロッパ同士だったらいいのかもしれないんだけど、日本から大変ですよね。そう、コミュニケーションのね、そう、それもあるから。He talking about the, they said a lot of place said a, なんだっけ、respective organization. So we don't have any organization in Japan. So how do happen? She said, she asked me. So it's.We don't have, but so we need to ask to international. We're talking to each other. We are our own representative organization. だからね、どこかの、まあ、バイダナミック協会じゃない、バージもそれを、受け負うことが難しいよね。そのデメターの事務局ってのはデメタニョン事務局として独立してる必要があると思うんですよ。教会は、精神的な部分っていうか、あの教育したりとかその紹介したりっていうのが教会だよねって、バイダナミック教会だよね。バイダナミック教会がね、だからバージって言ってる日本バイダナミック教会っていうのは、そのなんだろう、なんだ、認定する場所ではなくて、認定するデメター事務所とバイダナミック協会は独立した別々な組織である必要があるよねっていう、法の下のデメターその組織と精神としてのバイダナミック協会が別々。